こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、ハッセルブラッドの定番ボディですね、ハッセルブラッドの500シリーズの 500CM になります。で、その中でもですね、ご覧のように星マークが500の前についてまして、スターマーク付きというもので、この印はですね、日本の正規の代理店にですね、でもって輸入されたハッセルブラッドボディということになるんですね。はい。で、ご覧の通りブラックの塗装が施されております。この金属部分がですね、はい、ブラックになってますね。はい、はい、ご覧の通りの、500CM ボディですけれども、まあ、外観から、見ていきます。外観はですね、ご覧の通り、この塗装の摩耗やですね、革の剥がれ、金属分の塗装の、剥がれですね、といったものもなくて大変綺麗な状態です。はい、金属分のですね、メッキの剥がれとか、錆腐食もありませんね。はい、大変綺麗です。バックドアも、ひび割れとか汚れとかなくて綺麗ですね。動作もご覧のとおり大変軽快に動作して、掛かりとかですね、遅くなったりとかいうことはありません。はい、大変軽いですね。ウエストレベルのファインダーも、はい、ご覧のとおり軽快に、はい、取れたり開いたりとかできますね。はい、塗装の剥がれとかもないですね、こういったところに。はい、畳み込みもバッテリーです。はい、で、外しますと、フォーカシングスクリーンが見えるんですけれども、スクリーンはノーマルが装着されております。でもってですね、ひどい汚れとか書き込みとか、そういったものもなくて大変綺麗です。はい、ミラーも劣化なく大変綺麗ですね。内部にも、素材の劣化見られる綺麗ですね。はい、レンズとの接合部もですね、摩耗で白くなったりしないで大変綺麗ですね。はい、三脚部の塗装の剥がれもない感じで、はい、大変いい状態のボディになっております。でもって、フィルムバッグですけれども、フィルムマガジンですね、A の12マガジンが、付属しております。はい、ですね、ややちょっと革がちょっと剥がれっぽくなってるんですけれども、ひどい汚くなったりはしてないですね。おおむね綺麗な状態です。はい、スライドもベコベコになったりしないでまっすぐですね。はい、戻りしっかりと入っています。はい、中身も、金属の腐食や錆などなく大変綺麗です。はい、シリアルも609でちゃんと合ってますね。一致しています。はい、チリと入りまして、はい、今、カウンターゼロですね、これ巻きまして、はい、くっちり止まって、はい、カウンター1になってます。はい、これボディと装着して、はい、でスライドを抜くとこれでシャッターが切れる状態になってるわけですね。はい、はい、両方赤赤でいいですね。一回シャッター切るので巻き上げますと白白になってカウンターが増えますと、このような感じで非常に軽快に動作しております。はい、でですね、スライドを入れないときっちりちゃんと開かないセーフティーがついているんですね。はい、スライドを開けると、はい、これでマガジンを外すことができます。はい、ということで、大変状態のいい 500CM ですけれども、本個体はですね、熊本の中村工学様にて、整備調整を行っております。まあ、一応点検を依頼したんですけれども、まあ、外側のレザーがちょっと剥がれていたぐらいで、あとは問題なかったようですね。はい、ということで、整備点検済みのハッセルブラッドの定番ボディ、
500CM ブラッククロームのバージョンになります。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。